こんにちは。アソカです。今回はすごいものを作ってきました。早速組み立てながら話をしていきます。まずこちらをつけていきます。この4方向がしっかりテクニックで固定されてるっていうことなので、これ以上バラすと自分で元に戻せない可能性があるため、この状態からスタートです。そして組み立てた気分を味わっていただく動画になってますね。しっかりテクニックパーツでガチガチに固定しています。しっかり側もつけていく。何かわかりますかね？勘のいい方ならわかりましたかね？サイドハッチもしっかりつけてます。完成しました。サイデンド 70% のリパブリックアタックガンシップですね。キャノンは前方に2つございます。横のハッチもしっかり開く。中はこのような感じですね。立たせてミニフィグを乗せれませんが座った状態なら乗せることができます。前後に2体ずつで合計4体ぐらいは乗せれますね。そして最大の見せ場ですね。サイドハッチがしっかり開きます。反対側ももちろん開きます。こちらの中かだけで全部で20体ぐらいのミニフィグを乗せることができました。広さもある程度あります。実は広さを出すために後ろのハッチの位置を変えました。だから後ろのディテールは少し違いますがその代わり遊びやすくなってますね。ハッチはしっかり閉めることもできます。こちらもしっかり作ってきました。結構頑張りました。内装です。翼です。そしてこちらは少し複雑な作りですがある程度のデザイン性はあります。そしてジョイントをたくさんつけてるので翼が取れることはありません。ジョイントの無駄遣い選手権がアレバイチーになれるぐらいジョイントをたくさん使ってます。
そしてコックピット部分になりますね。こちらは外した方がレビューしやすいので外していきます。前にパイロット、後ろに砲手を乗せることができます。ちなみに今、使ってるクローンは両方ノーマルクローンになります。しっかりミニフィグ2体を乗せることができますど、かなりいい感じですよね。そしてこちらですね。こちらも結構頑張って作りました。レバーがあります。力強く振り回してもびくともしないですね。ほら、すごいでしょ?後ろのハッチですが、しっかり開きます。キャノンもあります。今回のインペリアルガンシップはいかがだったでしょうか?どうせ無理だろうと思って作ってみましたが、無事に完成しました。ちなみに製作コストですが、表面のフラットパーツだけで、8000円前後だったような気がします。そしてこれぐらいの規模のレゴならブリックリンクとブリッカーズ、どちらで部品を購入してもそこまでの値段の差はありませんでした。ただしブリックリンクの買い物方法にはもっと便利な買い物方法があるかも。そしてあなたの予想パーツ数もコメント欄に書いてね。いいねをしてくれるとダークトルーパーのガンシップを必ず作っちゃうぞ。チャンネル登録をしてくれたらクリスマスのガンシップも作るかも。ご視聴ありがとうございました。